皆さんこんこにちはペリオディスタ小澤です、えー、今日は1日遅れてしまって、ちょっと昨日は終日外出してましたので試合を見てたんですが動画を撮る時間がなかったということで1日遅れとなりますが19日火曜日の現地時間21時キックオフで行われましたチャンピオンズリーググループステージの第3節アトレシコでマドリー対リバプールの一戦についてお伝えしたいと思います。 結果は2対3でリバプールが勝利をしました。まあ、前半の打ち合いの内容はかなりレベルが高かったんじゃないかなと思いますし、キックオフ早々に13分までに 0−2 とされてアトレれコをボコられるかなとちょっと心配しておりましたが、いやいやそんなことはなく持ち直して、グリズマン、ジョアン・フェリックスの2トップ見事に生かして、同点に一度は追いつきましたしというところで、 えー、非常にいい試合パルティダストだったんじゃないかなと思いますので改めて両チームのスタンメンまずは確認していきましょうはい、えー、左がホームのアトレチコで間取り右が黄色のこの日はユニフォームでしたリバプールで作っております、えー、週末のラリーガの試合が、まあ、南米組の合流が遅れるということで延期となったアトレチコで間取りですけれども えー、ヒメネス、ルイス・アレスといった南米組の、えーまあ、代表選手は、えー、外してきて、まあ、マルコス・ジョレントもね、またやっぱり途中で出場して、怪我再発ということでしたけれども、えーまあ、コンディションが万全でないということで、この日はちょっと、えー、人選変えてきました、まあね、注目すべきはセンターバック、えー、3バックのセンターにコンドグビアを置いてきたことかなと思いますけれども。 えー、ゴールキーパーオブラック、えー。基本的にオーガナイズは守備のフェーズ532でしたので、それで表記したいと思います。えー、右のウィングバックトリッピア。ペリッペコンドグビアエルモーソの3バックに、えー、3センターに、左のウィングバックカラスコ。 えー、ピボーテアンカーにコケで、えー、右のインテリオルでポール、えー、左にルマルで、前線はジョン・フェリックスとグリーズマンという並びできました。まあ、リバプリにボールをある程度持たせて、5、3人のオーガナイズでしっかりと構えて、まあ、奪って2人のスピードを生かしてのカウンターというイメージは。 まあ、2失点して以降の展開はかなり出てたと思いますので、で、ポールのロングフィードから一発グリズマン抜け出すみたいな展開もね、1対1ありましたし、まあ、あとはね、ライン間で受けて囲まれても、その局面剥がせてしまう、打開してしまうという意味でのジョアン・フェリックスのやっぱり効果的な使い方、非常に良かったんじゃないでしょうか。一方のリバプールですけれども、433できました。 えーゴールキーパーアリソン、アレクサンダー・アーノルド、マティップ・ファンダイクのセンターバック、ロバートソン左のラテラルサイドバック、えー、中盤の並びはヘンダーソン、ケイタ、ミルナーで来ましたね。で、まあ、ハーフタイムで、まあ、ケイタを下げて、まあ、ファビーニョを入れてきたということで、まあ、ヘンダーソンが、えー、インテリオール、えー、インサイドハーフに入って、ファビーニョがアンカーに入って、まあ、そこでちょっと、 中盤のバランスが良くなったかなと、まあ、前半のケータもちろん、ね、2点目決めたゴラスとありましたけれどもアトリシコでマドリーの1点目のコーナーの対応もそうですけれども、まあ、攻撃でかなり、ねえー、ポジションを捨てて上がっていくので、えー、まあ切り替え時になかなかトランジションで効果的にポジション取れないなというようなところは気になりましたし、まあ、その辺で、えー、まあファビーニョを入れてきて、まあ、ヘンダーソン、ミルナーで固めてきた後半の方がカチッとはまった印象はありました。 前線、右からサラー、フィルミーのマネというような並びでした。まあ、開始早々の8分13分にリバプール先制、それから2点目まで取ってしまうわけですけれども、やっぱり立ち上がりから強度高く出ていったプラス、アトリシュコデ・マドリーが5、3、2で構えたので、まあ、中盤のところでいうと、ね、まあ、2点目のところもそうですけれども、 アレクサンド・アーノルドがこの辺の、ね、内側のところで相手のスライドが追いつかないところでここからこうやってボールを入れ込んだ時には。 結構、リバプールのところは、特にフィルミーノが一回中盤に降りてから上がってくるので、動きがこうね、えー、ついた中でクロスが打たれるので、まあ、低位置でここで待ってると、相手も弾きやすいと思うんですけども、後ろから上がってくるので、やっぱり捕まえにくいなというのはありましたので、まあアトレチコもクロス対応なんかは苦労してたなというふうには見えましたので、まあ、それが2点目のナビケーターのゴールにつながったのかなというふうには思います。 はい、ただ、まあ、アトリシカでマドリーガ、えー、に失点して以降は、まあ、5−3−2 のオーガナイズは基本的には変えてなくて、まあ、試合開始早々の、えー、プレッシングのハメ方を見てもちょっとトリッピアが右肩上がりで、えーまあ、自分のマークしているマネーを捨てながら、まあ、ロバートソンまでジャンプして出ていくみたいなところのプレッシングのかけ方はやってましたので。 えーまあ、そういうイメージで、まあ、ハイプレスもかけるときはかけようと右肩上がりでというのはありましたので、まあ、そういうオーガナイズしっかり締める監督を組んできたなと、まあ、単にドン引きで構えて、えー、ロングカウンターなんとかグリーズマン、ジョアン・フェリックス頼むというよりも、ねえーまあ、押し出しながら、えー、相手のバックパスに乗じてプレスかけるよみたいなところの設定はあったなというふうには見えましたし えまあ奪ってからの、まあ、グリーズマン、ジョアン・フェリックスの使い方は非常に良かったですし、まあ、リバポールの方が逆に、まあ、センターバックのところのファンダイクマティプの対応で見ると、えー、ちょっと自分の背後取られすぎかなというところは、ね、やはりまあ自信があるとは思うんですけどもファンダイクは特に、まあ、ただ、ね、センターサークル付近で待たれて、まあ、それよりも前に、ね、グリーズマンよりも前に えー、敵陣に入ってしまってるみたいなポジショニングはさすがのファンダイクでもやっぱりあそこは置いていかれて一対一になりましたし、まあ、前半のうちに 2−2 の展開で、えー、アトルシカデ・デマドリーが追いついてのハーフタイムで、まあ、後半もがっぷり四つで、えーまあ、どちらかというとアトルシカデ・デマドリーの方が優位かなというような前半の終盤には見えましたがやっぱり52分のグリズマの退場が、まあ、大きなターニングポイントとなりましたと。 でまあ、スペインでも、えー、あのプレーに関してはグリズマンも、ね、本人も見えてなかったという、ね、アピールはしてましたが、まあ、見えてなくても、えーまあね、スパイク裏が相手選手のフィルミーノの顔には入ってますので、まあ、一発レッドが出てもおかしくないシーンかジャッジかなというふうには受け取りましたし、まあ、その後グリズマンが退場して1人少なくなってそのまま5三3 1のオーガナイズで行って、まあ、終盤残り10分ぐらいは4四4 1のオーガナイズ、まあ、ルイスサレスも入れましたので。 システムを変えてきましたけれども、まあ、基本的にはなんとか耐えてという中で、まあ、76分エルモーソがジョタを倒しての PK まあそこはエルモーソの悪い癖が出たなと思いますので弁解の余地なしかなと思いますし、まあ、ああいうプレーをね結構コンスタントにエルモーソはせっかくいいプレーで配球なんかも昨シーズン素晴らしく。 え、なってきて、スペイン代表に入ってもおかしくないかなというようなセンターバックにはなってきてるんですが、まあ、ところどころああいうミスを犯してしまうと、クリティカルなミスで、まあ、判断のミスと言ってもいいかもしれませんし、あの局面で全くね、エリア内で相手にボール見ずに当たる、体をぶつける必要性はないわけなので、まあ、あの辺は改善してほしいなと思いますし、 まあ逆に81分にジョタがヒメネスを倒したシーンでの、まあ一度は PK のジャッジがありましたけれども、VAR 介入でオフィールドレビュー、それで取り消しになりましたけれども、まあ,あそこに関しては、 VR うまくえ使ったんじゃないかなと思いますので、まあ、ヒメネスがね、えー、まあ倒りに行ったピッシーなしに行ったと、まあ、シミュレーションだというようなジャッジだとは思うんですけれども、まあ、VR がない時代であれば、ね、ハトリ慎吾デマドリー目線でいうとグリーズマン退場させられて、まあ、PK も献上して。 まあ、レフリーに対して駆け引きで微妙な、えー、ジャッジで PK もらおうというようなヒメネスの、まあ、ある意味での駆け引きの賢さは出たんじゃないかなと思いますけれども。 まあよく見ると、そんなコンタクトがあったようには見えませんでしたし、まあどちらかというと自分から倒れに行っているように、まあ体勢からするとね、かかっているようにも見えるんですけども、まあそこは取り消しになっても仕方がないジャッジだったんじゃないかなというふうには思います。まあただ、えー、敗れはしましたが、アトレシカで戻り、ね、えー、まあなおかつ序盤の13分までに2失点して苦しい試合の入り展開にはなりましたが、まあそこからね、 えーまあ、押し返して同点に追いついてというところで、まあ、やっぱり昨シーズンのラリーが、えー、チャンピオンらしい戦い、まあ、しっかりベースを作った5 3 − 2のオーガナイズから待ち構えて前向きで奪ってのカウンターを繰り出せましたし、まあ、そこで言うと、ね、やっぱりルイス・アレスの、えー、先発起用ではなくあえてジョアン・フェリックス・クリーズマンという、ね、ちょっとシャドウタイプの2人を並べてきたというような意味では。 うまくカウンター繰り出せていたと思いますので、島、ま、根、あ、監督もやっぱり昨シーズンのチャンピオンズリーグの戦い方とはまあちょっと変えてきてるのかなと、まあ、変わってきたなというふうには見えましたので。 えー、敗れはしましたが、まあ、手応えをつかむことのできたアトレシコでマドリーではないかなと思いますので、まあ、この敗戦プラスポルトがエシミランに勝ちましたので、まあ、苦しいグループステージにはなってますし、もう確実に今後は2位抜けを、ね、目指して戦わざるを得ないと思いますし、また、ね、第4節には、第四節ではアンフィールドでのリバプール戦が待っているというところで、まあ、ここもね、えー、当然敗戦の可能性もあるというところで、 えー、なかなか難しいグループステージチャンピオンズリーグにはなってますが、まあ今日の戦いぶりからするとそれほど悲観して見る必要もないかなと、まあ、アドレシカとマドリーであれば十分2、えー、抜けで、えー、次のラウンド16に進んでくれるんじゃないかなと、まあ、そういう、えーまあ、ポジティブな要素もたくさん見えた、えー、このリバプール戦だったんじゃないかなと思いますいずれにせよ非常にいい内容でパルティダストでしたのでぜひ皆さん えまだ見てない方はフルマッチでご覧いただければと思います。えー、ということでまた次の動画でお会いしましょう。朝ラプロキシマ。